ありゃおかしいな。なんで俺しかいねえんだ。あいつらどこ行ったんだ。まったくこれじゃ逃がしてやった意味がまるでねえな。あ、よう。エース。うった。久しぶりだな、ルフィ。エースこそな。何年ぶりだっけ。さあな、がルフィ、相変わらずマイペースなのはガキの頃と変わっちゃいねえな。エースもな、悪魔の見送ってたのはびっくりしたけど、それ以外は同じだ。エースが畑に忍び込んでスイカを100個食って口から種を鉄砲みてに飛ばして逃げた時さ。それは俺じゃねえ、お前の話だ。でっかいタンコブここに作ったろ。そいつもお前だ。俺は見て笑ってた。どっちだって同じだ。ええ、懐かしいな。ところでお前の仲間はどんな奴らなんだ。世界一の剣豪になりて剣士、いつも腹巻きしてんだ。航海士は地図とみかんとお金が好きだ。それからめちゃくちゃ料理のうめえコックに、あ、そうだ、嘘つきも乗ってんぞ。それからトナカイだ。そりゃまた随分バラエティにこだわったな。今王女とカルガモも仲間だ。お、みんなえれえ面白いぞ。ま、お前が一番面白いんじゃねえかと俺は思うけどな。しかしたった数人の海賊団とはお前らしい。あとは音楽家が欲しいな。